はいひと月まさしみです。いやー維新ってマジやべえやつかいねえのかっていうふうに思うんですけど、えー、鈴木宗男ねこのロシア大量虐殺報道に何が正しいのか受け止めに躊躇、えー、愛国者の皆様とりあえずですね鈴木宗男の口を塞ぎましょうあのー、これいや一部の人たちがねロシアはねあのフェイクニュースだと。 ロシアの虐殺なんかないんだっていうふうにロシアが主張しているのも確かに一理あるとかっていうふうにこう言っているんですけどえそれを言うとですねもう世界の経済制裁の対象になりかねませんしかも国会議員がこんなこと言ってるわけですよあのね昨日インドがねあのもうロシア許さんっていうふうに言い出したの今まで応援するとか言ってたのにであとね あのいやいやプーチンの情報だって正しいからとかっていうふうに言ってる人たちがいるでしょ。それがもうねプーチンの思うつぼなのよ。うん、なんでかっていうとそれによって国民の分断が生まれるでしょ。だからこれがもうプーチン怖いなっていうふうに思うんですけどいやーまああのね、無この民がですよ。ね。いやまあもうちょっとろくずに言うと無知な民がですよ。 まあそういうことを言うのは好き勝手したらいいじゃないですかでもこれ鈴木宗男ちょっと怪しすぎませんかいくらなんでもあのロシアは大統領選挙とかベルブレグジットとかで介入してるとかねいう話ってもうほぼ確定ぐらいの勢いでいろんなところであるのよ、うん、で日本にも仕掛けられてるわけですよ今 でそれにを先導するような流れっていうのはこれやばい。うん、なんかなんでこんな胸をでなんか橋本徹もなんかさぶっちゃけ鈴木宗男みたいとまでは言わんけどなんかちょっとロシア寄りな発言とかするじゃないですか。まあバランス取ってるって言いたいんだろうね。いやすごいね。バランス取る必要がどこにあるのかよくわからないけど、うん、いやそのさ あのー、要するにバランスを取るっていうのはこういう場合どこでどの部分で必要かっていうのをさ今彼らがやってる要するに鈴木宗男とか橋本が取っているバランスっていうのはうん、うん、いや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 ウクライナも嘘を言うんだ、うん、ウクライナにも悪いところはあるうん、うん、でもちろんロシアも悪いよ、うん、でもウクライナも悪いことやってるんだよ、うん だからそこでねまあしょうがないじゃんみたいな感じでバランスを取ろうとする。うんうん、あのー、俺が考えているこういう戦時でのバランスっていうのは、うん、そうではなくてさもうだってあのー、情報戦なのはもうしょうがないのよ。うん、なんかさ鈴木物屋、ね、はさなんかこういうニュースを見るとどう考えればいいのか躊躇するとかなんとかなんて言うけど何あのお前何え たロシアゲートロ,ロシアゲートなのも全然ち全然躊躇なんかしないけどこういう時にあの俺がバランスって言ってるのは俺の中でどう,どういうふうに見るかっていうと、うん、いやあのー、これでじゃあ例えばさ、うん、あの都内にあるあのーうん、ロシア料理の店に。 石投げるとかさそういうのはやめた方がいい。例えばロシア人だって分かったそういう人たちに罵声浴びせるとかさそういうのはやめるべきだっていうふうにそこが俺バランスだと思う。やっぱりこの政府軍隊と一般の市民ってまたちょっと違うものがあるだけど西側の場合さ 明らかなもちろんフェイクニュースっていうのもあるんだけれども、うん、今,今のこのウクライナ紛争の場合の映像関係のチェックってさもうやっぱりほら西側も今まで特に例えばイラン戦争とかさあごめんイラク戦争なんかの、うん、あのフェイクニュース流しちまったっていう反省があるから、うんうん、すげえチェックに力入れてるじゃないでもそのチェックも全てフェイクかもよ。 なね、それを言いい出したらキリがないそう言ってたらあなたの目玉すでにハッキングされて全部うそを見させられて合格起動だって <laughs> そうだよね、うん、だそうなっちゃうじゃない、うん、だそれはさちょっとそこまでいっちゃうともう何が,な何がどうなってるのか分からん分からんみたいになっちゃうから <laughs> やっぱりああいう事,故事件っていうのはさやっぱ起きていてさ、うん、で日本の記者も含めて 現地にいるる人たち、うん、それをやっぱり見てるわけで、ね、田中隆作さんも本当はウクライナからお金をもらったとかちょっとその失礼なこと言うなっていう話ですよもう, <laughs> そう,そうわざわざ危険なところ行って銃声聞こえる中で記事書いてアップしてんのに <laughs> そうなのいやそれはないだろうって話です、うん で結局だから繰り返して言うとやっぱりああいうまあ,あの全ての写真がそあの絶対に間違ってないとは言わないいやそれ当然そうですよでもねやっぱりさもう何百人も死んでてそういう映像ほら日本でさ流れるニュースはさ、うん、あの要するに亡くなった人たちのさ、うん、姿はさぼかしてるじゃん、うん、見えないようにしてるじゃん、うん、でもヨーロッパというか全世界のでもアメリカとか ヨーロッパの人たちはあれ生そのもの見てるか、ね、そうだよ海外ニュース見てみでしょあのご、ー、かしなんか入ってない閲覧注意だけど、うん、頭打ち抜かれた、うん、あのー、手後ろで縛られた人だったものが転がってる写真とかいっぱいあるよ、うんうん、でそこで泣き崩れている奥さんとかいっぱいあるよ、うん、だよねそれも全部嘘うんう,んうんそう すごいなななそんなバカなまあちなみにですね,ねアリウッドがまあまあいいんじゃないですかあのなんか,だからさそこでバランス取る必要なんか全然ないんだってやっぱりもでももういいもうあのそこそ,う、ね、そこでねあのあんまりねあの本当にもう「お前らあっちの方が真実に決まってんだろバーカバーカ」とかっていうふうに言うとあのプーチンの情報戦にスポンってはまるんですよ。うん 要するに分断対立が生むじゃないですか。うんね、なんでかわいそうやなっていうふうに最近私は見ることにしました。ね、でところであの皆さん知ってますかロシアの外務報道官がですね日本に報復を断言したっていううん。<laughs> これすごいこと言ってるよ長年にわたって気づいてきたあの後衛的な日露関係を破壊しているっていう的,的な、ね。 あ合計的だ、うん、すごくないですかうん。あこれ、何に対して言ったのん。えっと、資産凍結。あ資産凍結か。うん、う,んうん。で、じゃあ、それで何するって言ってるのいや、分からん。だって、資産凍結、別に日本だけじゃないじゃんやって。いやか、みんなやってる。 これね鈴木みのよのバカみたいな国会議員がいるからこうやって強気に出るのプラスあの情報戦仕掛けたらおここ騒ぐな騒ぐなっていうふうになめられてるって本当にだよね舐められてるなめられてるだって北方領土で演習しまくってたりワクワクイベントとかっていうふうに言ってる国ですよなめられて当たり前でしょ go to 改めワクワクキャンペーンをやりますから <laughs> 実められるいやだやだほんとあほら,めら舐められるなちょっとここで一発さ、うん、一発威嚇すれば、うん、あああもしかしてあああこれやっぱりサハリン1と2から撤退するなんて言わんとこ <laughs> <って> <laughs> ロシアから別にン3ぐらいしかね出てく使ってねっつうのさらーワンツーなんてもういいじゃねえかよあ思うけど、うん、それはねちょっとそれはまた置いといて,ってうんうん何を言ってんだよまあ安倍が3000億も上げたろお前国にってしかし鈴木宗男すごいねうんうん この、えー、公式ブログから新規投稿ロシア・ウクライナ侵攻についてテレビからロシア側ウクライナ側の主張映像が知らされるが何が真実で何が正しいのか受け止めに躊躇してしまうって言ったんですよね。なんのことっていうふうにあの思うんですけどそこからつなげる話がですね自分の自分があの報道被害に遭ったことね。<laughs> この状況に鈴木氏は情報化の時代、それぞれ、えー、都合の良い頭作りで作られてしまう危険性をつくづく感じながら、それ維新がやってることや。きっとっ、思いながら、<laughs> 都合の良い,いメディアを使って都合の良い,い情報戦を大阪に仕掛けてるの、お前、維新じゃねえかよって。同時にメディアの使い方、発信の仕方によって全く違う価値観が出てくることが恐ろしい限りである。だからそれ大阪がいい。維新が大阪にやってることなんですけど 先に報道したものガチを振り返りながらとかっていうふうにいやだからそれ維新がやってることですよ今回も直感で目に入るメディアによる時は印象操作とも思える場面場面に何とも言いようがない虚なしさが去来したそれだから維新がやってることだよ大阪で <laughs> でその自分の維新がねやりまくってることはあの置いといてで、えー、ロシアの肩を持ち挙句の果てにね あの私の願いはただ一点早く停戦し尊い命がなくならないことだいやいやだから停戦すぐ変な条件で停戦したらスターリン以来の大虐殺が行われるんだっていう,のっていうすごいね,ねもうだからほらもう胸をもさちょっと多分自分が想像した以上に今攻撃されてんだと思う、うん、批判されてるからまあだいぶあれなんだろうなもう参っちゃってさ あもう私の願いはただ一つみたいな感じでさでもそれでもロシアの方を持ちたわけですよねここまで来てもそりゃあさあ,あんだけ持っててさもう続き胸は今日からねっロ,ロシアのケツ持ちはやめますって、まあ、言えないだろじゃやっぱりいやー胸をバッシングを思い出しましたとかって言ってるけどいやいや胸をバッシングえあなた あの何か大量虐殺を加わったんですかって、いやああ、えー、だからね、ちょっと何から何まで、これちょっと何おかしいんだよ、まず維新がやってるメディア捜査、印象戦をやってる方、<ん>置いといて、ね、西側諸国のロシアに対する印象操作、けしからとかって言ってるんですよ。 でしかも自分もされたしとか何から何までなんか違うやろこれっていう。ていうかあの維新がやってる印象操作はねいやだからこれねいや西側諸国がね一方的にロシアのねことだけを叩くねこれは確かにひどいことなのかもしれないねけどちょっと一方的じゃないですかでも我が党日本維新もね確かに関西のローカル局で一方的に出て。 新型コロナウイルスで明らかなる死者を、ね、たくさん出しているのにダバイに行っても大丈夫みたいなあの知事が、ね、いるとこういうのも確かに印象操作だ良くないこれからも大阪の惨状を伝えていくよう吉村代表あ副代表と松井代表に進言したいと思ったこれが自分が一方的にバッシングを受けた時に思った教訓であるとかって言うんだったら、うん、これだいぶなんかこう筋通ってますよねまだ。ロシアの方持ってるけどままだ、まあ そうかそうかと言いたくなるけど何か何から何まで骨折しててがでん飲水と研究不快をなんか混ぜ合わせてできましたみたいなそういうしかもなんか論理的にもなってないっていう<ー>何ですかこれあ,あこういう記事のっけんなやつ <laughs> ねっバカさ加減があっていいんじゃないですかうんええー 米山さんね。ああ、立憲。この件、維新の鈴木宗男議員は言葉は曖昧にしていますが、結局、ウクライナの虐殺の報道は、真,真,真,真偽不明というロシアの主張をなぞっています。うん、神秘か、うん。なぞっていますと。うん、一議員のツイッターを党の見解かといって、<laughs> 出した。 維新がこれを放置している以上これが維新の党の見解として差し支えないと思いますあ確かにさすが米山さんいいですね神田人も<ー>ぜひここを貢献してください <laughs> だよねあ,あでそれであのこれが維新の見解かというふうにこうせめていやいやただのツイートブログだからとかっていうふうにねこう言ったらじゃあお前なんでただの神田人のツイッターに対して人らを思い起こすようだっていうふうに言ってしかもあれ維新と関係ねえ 橋本徹に関して何であそこまで1万もつけたああお前はい、立場の面ントリーやボっていうふうに喧嘩すればいいんだけど泉代表はやらんやろうな。やらんだろうか今チャンスだよチャンスだよ今チャンスだよま前山山入の腹にグザーって刺せや <laughs> <laughs> これさ逆だったら大変なことにだ,だよ、ね、例えばどどっ誰でもいいよ立憲の議員が ここんなこと言ったらもう一瞬うわーってやってくるよ。ねえ、うん、飛びかかってくるよ、ね。うん。ほんとあいつらは絶対そうするけど、うん、あの立憲はね行儀がいいからそういうことしないからさ。うん、ああ今が潜在一部のチャンスだぞ。ほ、うんとに。これは維新としての意見なんですかと、うん。国会議員のねあなたの党にいる維新の見解なんですかと。ロシアゲートなんですか、うん ああ、おいって。<laughs> もう今すぐ、もうあの議員のところ、あの議員会館の中で、押しかけに行かないと。だん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 。うんこれはちょっと。今がチャンス、ズ君ンス泉君、今がチャンスだよ。泉君、今がチャンスだよ。 いや犬が腹見せてるよ <laughs> ライフル打ち込んでるやっつって誰か鉄砲を倒せやんねんだよなかでもさなんかへあのあれだよね。その橋本といい胸をといいさ。うん、なんかこう妙になぜそんなにあのロシアの肩を持ち下がるのかっていうね。だからさっきも言ったけど。 別にそこで「いやーー僕たちね、あのー、頭がいいからこれでバランス取らなきゃと思ってる」みたいなどうもそういう匂いがする、うん、けど取り方が間違ってる全然間違ってる <laughs> でもあれだねさすがにさ橋本君もさ最近はさすぐ降伏しろって言わなくなってそれ <laughs> 間違ってる <laughs> いろいろ <laughs> いろいろ橋本徹さんに言われてた、ダメダメダメ、あの、独創戦の時にウクライナ人何百万人殺されてるからってって、であの、戦争ないのに、味方だったスクターリンに何百万人下手すると一千万人粛清されてるから、降伏したら、今よりももっと死ぬから、だからあの人たちらなかったの、やばいやばい、その意見はやばい、歴史と文化学んだ方がいいよっていうふうに言われて、え、マジかって。でもな、嘘つきは弁護士と政治家の始まり言うてたからな、俺、まあええか、みたいな。 <laughs> そういう感じうん、うん、まあ自分でそう思ってんの、まあそれでいいんだ <laughs> 嘘なつきだしなホンにいやもなもう何やホントな胸男がいつ本当にあいつが国会議員やってるって本当に舐めてるよな、うんうん、でもあれがね選挙で通ってきちゃったんだからねそうよそれが一心ですよ なほかこういうあ他の <coughs> あっちゃんちょっとそれダメほ、うんとそれ維新の他の議員たちはさ、うん、どうなんだろうねそんなに発言してないのかねそう言われてみると俺あんまりあの他のあのー、あれ見てないんだけ、うん、あ,あのー、すぐ旬としちゃう音きた瞬たりは大事で。うんうん いやーわかんないからしゃべんないでしょしゃべんないのかうんああいうのときたとかねなんか威勢が威勢がいいんだからさ胸、うん、のとこ行ってお前黙れって言えばいいんでうんでもそうするときっと胸をちゃんに怒られてまたシュンとしちゃうからできないんだろうなうんそんなもんやうん しかしなあなんていうかやばいねこの人たちでそんなあの維新がですねラサール石井さんが記事に書いてるんですけど進めるカジノ <laughs> 大阪松井師匠肝入りカジノの黒字転換するのはなんと54年で <laughs> 嘘つきでメディア印象操作して税金大量投入するカジノが黒字転換するのは孫の代ですか あなんですかこれしかもそれは黒字転換するっていうさ保証はないからねないよしたら54年後だってわけですよ、うん、だからこの54年間ウクライナ危機みたいなものや東日本大震災メルトダウンみたいなものや新型コロナウイルスに次ぐような疫病は全く起きないなるほどという前提でえ54年前ってい,いつだよ2020-54だから1960 <laughs> <laughs> 俺6歳だ6歳まだあの冷戦も、えー、終結してません、うんえー、チェルノブイリ原発事故もありませんないねはいで、えー、グランドゼロ911もありませんリーマンショックもないコロナもないウクライナ危機もないそれがざっという54年という歴史の重みですよ神か維新って 54年後まで事業計画書いて黒字ですっていうふうに言うやついたら俺なら絶対投資しないね54年後に黒字しますとかで言ってし,しないだろうねでもお前は神様かってっ思うよね、うん、ええー、カジノで何年間2000万人以上を動員するって言っているが USJ の動員、今でも1400万人なのに、うん、なんでカジノに2000万人来るって言えるんだって。もうそれはもう USJ の何倍もの魅力があるんでしょう。すごいな逆にあの USJ のあの1.5倍から2倍もね、カジノカジノっていうふうに人が来るような世の中って。 オサカジのジンコリアン大阪市の人口カイ50万人しかいないのに毎年大阪市のン口と同じくらいが。<laughs> いや絶対 だろ女がだけ北斗の剣でしょ、それはもう。<laughs> ああ、もう本当やっぱり万人の頂上で囲わないとダメだよな。いやー、ちょっとね、<laughs> グレートウォール作ったほうがいいね。いやー、これまずいよ、絶対まずいよ。うんこんな事業計画でもさ、んな,んなんか変なことし。大丈夫なお茶ちゃんは何かガリガリやってる。お母ちゃん。 なんかね隣の部屋で俺の見えないところで何か悪さをやっているあああこんな事業計画でもさ維新が多数を占めてるから通っちゃうんだよねこれね、うん、すげえよなこれななんかもうよくやるぜってですからカジの反対のね 住民投票やったういいよ、うんちなみにですよ、FOX ニュースにタッカー・カールソンという人がいるんですよ。うん、ね、あのコメンテーターです。今、あの司法捜査を受けそうです。うん、なぜか、ロシア擁護してるから。あ<ー>うん、っていう話に日本は並んで。 コメンテーターがさ擁護したらさお前ほんとに金もらってないんやな本当に中立の立場で言ってんだなちょっとお前調べるぞって言われるわけですよ、うん、日本は何もねえんだこれでも無念そう、さもう大将<会> <laughs> 金もらってんだから <laughs> だってかつてもらってたわけだろ<ー>それでね,、うんまあねあの だからまあ胸この分はもうかもらってんだから今さら今までさんざんお世話になったのに、うん、今さらワーぬ今さらねあのー、態度変えられない、うん、あそうかってことは胸を持っていいやつなんじゃあ義理と人情うんそうそうそうなるほどその義理と人情を踏みにじってくるのがロシアなんですけど、うん、それでもクンクン くんって、うん、黄金のピロシキ食べたいって言ってんの。お。イリト忍者。<laughs> ええー、皆さん本間さん本日ちょっと若干二日酔い気味で頭が痛いらしいです。イリト忍者ってな。でもだって。 ロシア擁護を続けている人たちってあのプーチンっていうねドキュメンタリーを撮ったねオリバー・ストーンですらけしからプーチンって言ったのに <laughs> <laughs> ああ<ー>やべえなあの博士の異常な愛情を一緒に見てさあさあさああれ最後のさうん あのー、核爆弾のボタンを押しちゃってボッカンボッカンさ、うん、あのね、水爆が爆発してくシーンで終わるじゃない、うん、あの時プーチンどうどう思ったんだろうな腹ショーって言ったのんんいや非常に恐ろしいとうん言ってたよ言ってたん言ってた言ってたうん<ー>じゃあこの時はまだまともだったんだ、ね まあね,ま,ねまああのー、何よりもアメリカにはもっとすげえやついるから巨大橋本徹がいますようん言うトランプ大統領今こそプーチン・バイデンの不正のネタを提供してくれって言うてないないないんだ それどころじゃないから48時間で制圧できると思ったり40日かかってんだからさ <laughs> まあでもあれだろうなそう言われてみるとさ、うん、プーチンもさ今回、うん、あのー、ヒトラーの気持ちがちょっと分かったんじゃない?<ー>「モスクワを2週間で落としますと」と、うん、言って出かけてったわけじゃない そうしたらさ <laughs> こういう目にあっていて確かにナチズムが何とかとかさ「立ちまうん」とか言ってナチスのことを散々んんけなしてきたけど「うん、あちょっと待ってよ」うん、<laughs> 俺ももしかして同じことをやってるっていうさ、うん、ちょっとはみあのかねナチスとあとナポレオンの気持ちがお分かりになったんじゃないの <laughs> あまあ残るのは一応モスクワ制圧はしてるけどした,したで、えー、でもなんかもう全然戦火もなかったから帰ってきたいや一ヶ月間さ一、うん、ヶ月間無意に時間を過ごして、うん、冬将軍がやってきてやべえっ,って帰ったらもうあっという間に雪にまみれちゃったっていうさ、うん、すごいけどなほんねおちゃんね、うん、いやしかしな <laughs> この大阪のカジノ <laughs> なんんととかねプーチン擁護しててでしかも橋下徹さん昨日の動画でも言いましたけどあの維新の関係者だったじゃんって、ね、法律顧問だたちはう嘘つきまくりでしかもそれをメディアが。 問題にせず印象操作を行ってもう中にはもうプーチンもびっくりだ情報戦が敷かれてんだよすでに。でそれで嘘嘘嘘嘘嘘ばっかりついてね、えー、税金をあの食ってやろうと、うん、思うとるわけですよ。だってさ、うん、あの <laughs> 令和の大石さんがさ、うん、橋本に訴えられたさうん、うん、あれでしょ えっと、あ、そうか、あれはあれなのか、維新の関係者だとかなんとかって言われたってわけじゃなくって、そうか、そうか、彼が知事,知事のときあプレッシャーをかけたっていうやつだったん、ねうんうん、だけど、まあ、維新の関係者だっていうことをとにかく、まあ、はっきり、すごく曖昧にしながらやってきた。 顧問弁護士とかさ、うん、顧問。プラス政策アドバイザーみたいな。こんなの、お前。あのー、党員っていう名前がついてないだけの関係者う。うん、うん、関係者じゃん。ね。ててう <laughs> どうした、おう、おうちゃんに攻撃された。うん、構われた。うん、うまあ、大石明子さんね。 橋本氏が3月末まで大阪維新の顧問やってたとやっぱりね当然高い公金が流れてるでしょう橋本徹氏が2月に私を訴えてきた症状では詩人アピールきつかったけどこれの一体どこが詩人なんやって俺の考える詩人だみたいなそういうことうんポエマーポエマーだ詩人ってそっちだポエムなんだよ なるほどな。私は詩人です。チャラララは吟遊詩人みたいな感じ。っなるほど。うん、こうなんか、建物とかなんかラン。って、ゼレンスキー早く降伏しろ。いいっていう。新たな芸風で、うん。うん。あの。詩人っていうのは漢字間違えたんで、橋本さん。うん。うん。勉強なんかする必要ないっていうふうに、あの本にも書いたし。うん。うん。多分、あの。私の詩、あの詩って、ちょっと、あの。 ごんに結構大変じゃないですか。うんうん、なんでなるほど。うん、じゃあこれからはこう頭にこう月桂樹の葉を巻いて上半身裸で「ボロロ,ロ,ロって <laughs> 私は詩人です。<laughs> ローマ時代。ラリラあそれであれだろうこうほら。 あのー、大阪を燃やし尽くしてこうさボロロンボロロンって「もっと燃えろもっと燃えろ」っえろ「ネロ」か「皇帝ネロ」みたいな感じで「<laughs> 私を愛さないローマなど燃えてしまえ」みたいな <laughs> <laughs>、まあ、あれは本当にネロが放壊したかどうかはちょっと小説あるんですけど。そうそうそう 違うみたいだけど、ね、そ,れにそれにその日を見ながら歌ってたっていうのもそれも違う、ね、違うみたいだけどでもそれも歴史的をしなければ、はい、ねあの <laughs> もう何かそういう俗説だけ信じたポロロロ私を愛さない大阪などをカジノで燃えてしまえポロロロロって <laughs> あそれを、ね、新たな芸風だぜそれ YouTube とかに出ったらさ バズるバズる。これいと思うよ。バズるで。これバズるよ小林さんやもうすっ飛ばしてさ。バズるぞこれ。もう小林さんの大霊ギ超えるねこれは。ああこれ面白いぜひやってほしい。ぜひやってほしいね。うん面白い。これ似合うんじゃない月桂樹の。月桂樹月桂樹が似合う似合わないの基準が私にはちょっとよくわからないんですけど。 こそれ何で決ままんあとほらまあマスクは悪くないからマスク悪くないででって上半身裸でもあれでもいいよほらとがだっけあの白いねローマの貴族がさ切るやつあれ着てさおお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  なるだろうねえ、うんね、おっちゃん,んはい <laughs> ちょっとまあでもなあ5十年後に黒字にな,りなるかもみたいなあんななさえ宗教これそのほら<ー>何十何億何千万年後に弥勒がやってきてなんかさ あのー、なんか地球を救ってくれるとかっていう話とこん,んなちっちゃね一回あの何、ー、ん弥勒菩薩は確か五十六億七千万年後 <laughs> あ似てるじゃん五十六五十六だけ似てないいや五十四年後です五十四あと一億倍以上違います <laughs> でもさそれと同じだよねいやこれでもやばいよ。 こんなのでしかも土壌改良だけで2,000億でしょなんだかんだで万博と合わせてだいたまあ正確には1,800億くらいだけどであでずっとこれチュー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 されるよカジノにじゃあ出てっちゃうかなーとかっていうふうに言われたらねうんってかもそもそも黒字になっちゃダメだよね ?USJ が年間1,400万人しか来てないのに2,000万人毎年カジノを打つ町になったら <laughs> 大阪も。いやもう大阪は博打の街。<笑><笑>いやまあ、あの、で <laughs> <laughs> 関西ヒエラルキーの中でね、京都と神戸には文化があって、なんもねえから食い倒れの街っていうね、こう、やゆがあるんですよ。もう、うん、食い物すらなくなって、かけおの街になっちゃうこのままだったら。け倒れの街だよ。50年後は何うん。か,かけおどで。 かか,かけて破産して道端で倒れて飲んだくれてるやつがいっぱいいるからかけ倒れの街大阪やばいでしょそんなのやばいよお<う>これさなんで黒字化がに56年かかるんか54年十4年,年かかるかっていうと、うん、つまりそんだけの時間をかけないとあのー、そのペーパー上でも黒字にならないんだよそうだよそういうことだよねこれね、うん つまりもうどんなに数字操作しても、うん、本当は10年後ぐらいに黒字にするのが一番いいわけじゃん。うんうん、当たり前のようにそれができない、えー、で永遠にこういじってってようやく54年後に黒字っていうなってるっていうさ、うん、そんな計画を <laughs> 信用できるわけないだろうっていうさ、うん、話じゃないよでそれをでも大真面目に通してしまう機、うん、会ねそう はないよねおんちゃんねないっていう、ね、かバカでも大阪は市議会府議会ともに維新が与党だからうん54年後にまだ議員やってるやつが一人でもいるんですか、うん、ってそこでまあ今に公民権あれ25歳からでしたっけ衆議院、うんうん、で今25歳の最年少議員がいたら79歳です 責任取れねえじゃねえか。それとも何松井町は120歳ぐらいまで生きるつもりなの <laughs> ありえない。つまりこうそん50年ぐらいに黒字化するっていうのはもう永久に黒字化しないって言ってるのと一緒なんだよ。一緒でしょ、ね、同じなんだよ。うん、うん、だからあれと一緒よ。日本もさ、日本もこれから原発また増やさなきゃいけないんだと。うん あと新、新10基以上新設しなきゃいけないんだって真面目に言ってるやつらっているじゃない。うん、でも実際は1個も立ってないわけよ。うん、立つ計画すらないのに、うん、それで20年後、30年後の日本のエネルギーを原発で養わなきゃいけないんだみたいなことをさ、言、うん、う学者っているじゃない。うん、バカです言ってる。それと一緒だよ、結局ね。もう本当バカ。あのいや例えばね 自民と維新がこのまんま行くと次の参院選で躍進するんですよ。それが嫌だからちょっともう一月き万冊で自民と維新批判せなあかんなと思ってるの、ね、ワクワクイベントとかも真面目わかんないこと言いだしで例えばじゃあその安全保障に関してもザポロジエ原発を見たのでこの安全保障を考えたら原子力発電を減らしていかないとダメだ代わりに風力発電を日本海にいっぱい建てます。 でそれででで充電できるドローンを AI 操作で常に防衛しますこれだったらね、うん、まあ例えば風力発電5,000基とか1万機建ててさ洋上に全部なぎ倒すのは難しいよ。うん、だからいいんですと。ね安全保障上もいいとかって言う理屈をして言ってくれるんだったらいいんだけどさなんかそんな何もないじゃないですか。何もない。 アジアだな、原発やーとかって言ってるわけですよ。<laughs> 学校出たのかあいつら。出てない。小学校とか。っていうか鈴木宗男さんってどこの学校出たんだ。確かそこそこいい良、うん、かったはずなんだろうな、うん。そう言われてみると全然覚えてないな。特色大学。 ーう,んうん。ねえおっちゃん。柔道なんかが強かったな。しかしまあ本当に。あほかって感じやね。すぎるうん ひどすすぎぎるるよ本当,、うん、本当にひどすぎるいやロシア用語で嘘つきで印象操作しまくっているところが家事税金使って家事の盾でて儲けてで54年後にはあ黒字になりますででねあの整備とかはいろんな維新関係の会社が請け負うんですかさ五、うん、54年間もこれから甘い汁が吸えるんですよそら嬉しいよ。 <laughs> だけどモラルとかどっか置いてきたの <laughs> まあないかな <laughs> まあないけどね <laughs> モラルってえそどういう意味ですかって聞くだろう、うん、それとお菓子の名前っていう <laughs> それぐらいに勢うでしょあったっけそういうお菓子うんお菓子まあモンブランとかさ <laughs> ああ<ー>うんうん モラルってなんかあったような気がし今一瞬一瞬だけちょっとして。うん、ああ、もう本当にこう、維新の話ってさ、ひどすぎて、うん、うん、もう本当、そのひどさって、いや、自民党もひどいよ、いっぱい。自民党もいっぱいひどいってうと、うん、維新のひどさっていうのはね、なんていうのかな、なんかこう、ちょっと何かが。 あずれちゃってん、うんうん、なんかあの隠してない感じ自民党は悪いことしたら恥ずかしいよねっていうまだ意識があるんですよ、うん、でか悪いことするためには隠さへんとあかんなっていう、うん、維新はは,、うん、は維新の場合はあのもうもろだし、うんうん、まあ安倍晋三から学んだんじゃないですかねそうね、うん 安倍晋三以降そうなっちゃっててうん、うん、かなりそういう感じがするんで、ねうん、まあ本当にひどい本当にひどいんだよな、うん、これはやっぱりカジノはやばいぜやばいね俺もさこの5四年後の黒字化と俺ちょっとあのどっかで見落としてたよ、うん、せいぜい10年後20年後 くらいに黒字化の計画でやってるのかなと思ったうん,うんそれだって十分怪しいけどさうん、うん、それだって十分怪しいけど開き直りですよ、うん、USJ よりも多くの人々を集めるってことは USJ よりもはるかに面白いものじゃないといけないわけでしょ、うんうん うん、生の簡単には作れないですね。ていうかまあそもそも USJ 自体がまだできて20年しか経ってない。うん。これから USJ がね、30年もあるともかと思うん。わかんないじゃん。東京ディズニーランドすっごい14年も経ってねえと。うん。<laughs> <laughs> こういうこういうのこそまさに。 絵に描いた餅っていうね。うん、まさにそういう話じゃない。完全に絵に描いた餅だね。よくこんなの恥ずかしげもなく、議会に出すよ、ね。うん、で、しかも、議会、恥ずかしげもなく、議会がそれを通してしまう。やべえ、その、これ、本当に大阪。なんでね、もうね、あの、一月万冊、まあ、カンパもらってる場合じゃないっすわ。 もうあのこれなんとかして止めないと大変なことになりますよ、はい,いや本買ってほしいよカンパもほしいよだけどそれ以上に広げてほしいでそして広げるためにはどうすればいいかっていうと「いいね」コメントを残す「いいね」とコメントを残すことで YouTube の中でのあひとつきさつ盛り上がってるなっていうことになって押し上げられるんですよ、ね、だから皆さんの「一心ひどーい」っていう <laughs> コメントねを書いてくれるだけで、もう嘘つきの巨悪がね小さないいねによって倒されていくわけですよ。うん、巨悪を倒す小さないいね一つき満たんですよ。ま選挙までこのフレーズで行こう。うんうん。うん、<laughs> 巨悪は倒す一つのいいね。いや、うん、いいコピーだと思うよ。ねえなかなかいいコピーだ。コピーライターになるの？まああのー、もうこの2年間で4000個ぐらいサムネとタイトル考えましたからね。 ええもう疲れました。<laughs> <laughs> まあそうやってみたら確かにそうなんです。毎日書いてるなもんだから。コピーライターの仕事だよすごいよ。ああ考えてみたら、アコードの暇なコピーライターよりも書いてるかもしれないね。ああもう疲れた。まあそれはさておきもうこれちょっとなんとか止めたいって思う人はいいねとチャンネル登録そしてコメントを残してください。それが一月満冊を盛り上げる。 きっっかけになって皆ささんの小さいコメントで何でもいいのよ。維新ふざけるなとか、維新ひどいとか、それだけでいいの。短いコメント、あるいは私が結構嬉しいのはね、今日は朝コーヒー見ながら飲,んあの飲みながら聞いてますとか、ね出勤中に聞いてもどこその視聴者の皆さんが見える感じの。長くなくてもいいのよ。もう1行、2行だけでいいのよ。そういうふうにやってくれることが、 我々のチャンネルが伸びることですからね本当にそれをやっていくことによってね教育<う>を倒す小さないいねやりましょうよということで、えー、おちゃんバイバイ本間さん、ま、もありがとうあとね最後にねあな,な,な,なんかまだあんの,、ま、あんのかよえー、最後にやっぱりその話プラスカジノを止めるにはあそこの住民投票のね、うん、あれに今やってるから、うん、見かけたらちゃんと書いてあげてね え、ね、お名前を一つ書いてあげてくださいいいまあそんなわけで今日も読ッチャンネル登録といいねね小さないいねが教育を倒すじゃねぇねぇはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応してます。よろしく。今日も読書。それでは。